どうもこんばんは、ウエストランド井口です。大本です。はい、このブチラジはですね、今まで通りニコニコチャンネルでも配信していきますし、ポッドキャストでも過去の放送聞けますんでね、うん、ぜひ聞いてみてください。そして100回からは YouTube でも聞けるようになってますんでね、こちらもよろしくお願いします。はい、1週間ぶりですけど、うん、どうですか1週間ぶりですね。まあ、下手すり会うのも1週間ぶりぐらいかもしれないぐらい、何もなかったですよ、確かに。いや、何もなかったですね。どうでした、こんなこと聞くのもなんですけど、この1週間。いや大変でしたね。なんかありました？何もなさそう。ちょっとわかるのは、今 LINE とかあるでしょ、 LINE 始めたでしょ、スマホにしたから。 LINE 始めましたね。それでグループみたいなのがあって、なんかまあいろいろ、もちろんタイタンの若手のグループとかいろいろあって、なんかその芸人仲間でフットサルとかやったりするグループね。まあ僕も一応入ってんです、あれに。え、知らないかもしれないけど。ああ、そうか、それきつい。マジか。いや、そう、別に全然、ね、いいんですけど、それは。ああ、そうか、知らないんだろうなともちょっと思ったけど、ちょっと思って、書き込もうとしたんだよ、僕も。さすがに知らずに、なんかね、変なこと言ったら恥ずかしい。顔真っ赤なの。顔真っ赤になってますよ、今、その、ポッドキャストで聞いてる人に。俺が、女子大生と原宿にパンケーキ食いに上がっとった。別にそれを言うつもりないのに、自ら言わなくていいよ、その、だから。なんか別にだからギャグで面白で言ったんで、別にそれはいいんだよ。だから別に1週間会ってなくても、うん、あ、フットサルやったんだなとか、うん、バーベキューやったんだなっていうのは分かりましたけど。あ、そうですか。じゃあそうですよ、そのまあまあいいじゃないですか。 あのグループ入られてたんですか。あのグループ入ってんすよ、意外と。あ、入られてたんだ。意外と入ってんすよ、あのグループに。もう二度とあげまーす。いやいや、だから結構多分、うん、僕の前でこんなこいつはしゃぐかなと思って、多分知らないんじゃないかとは思ってんな。あ、そうか、やっぱそうか。知らんかった。知らずに、まあ全然ね、休日ですから何してもいいんですけど。休日楽しかったですよ、でも。だからそうでしょ、僕も、うん、朝、天気もちょうどいいですよ、その、うん、まあ暑い日もあるけど、うん、ちょうどいいぐらいの日もあるじゃないですか。うん、で朝早起きして、うん、普通に散歩してね、うん、その辺を。で、結構いい、荻窪のね、商店街とか歩いたりして、うん、なんか音楽とかも流れたりするんですよ。あー、ありますね。あー、これ、こんななんか幸せな時間ないなと思って、せっかくだからその思いっきり満喫してやろうと思って、なんかカフェオレとか買って、飲んだりしながら、で、子供たちとか散歩するのこう見ながら、いやー、幸せだなと思って。どの子にしようかな。いや、そんなこと思ってねえよ、もうやめてくれよ、もう。まあ、幸せだなと思って、いい時間だなと思ってやってたら、よくよく考えたら、でもその、なんでこれと思って。いやでしょ。いや俺も思ったよ、途中で。幸せでも何でもない、もう不幸でしかない。不幸でしかない、俺。何もせず、なんか日中から歩いてる、何しようおじさん、おじさんですからね、ただの。いや、そうなんですよ、まあ、原宿に女子大生とパンケーキ食う。いや、まあいいじゃないですか、それは別にね。あの写真楽しそうだったろ。いやいや、楽しそうだったというか、その別にね、いいんですけど、そのだから他の人が LINE のグループで、いいなとか、なんか写真載せろよとか言ってはしゃいでお前が載せるわけでしょ。それを相方が見てるわけですから結構きついですよね。あ、そう、知らなかったんですね。知らんかった、知らんかった。そうか。いやいや、まあまあ全然いい。まあまあええんだけど、休日ですからね、全然いいんですけど、うん、楽しかった。いや、だから楽しむ分にはね、いいんですよ。だからブチラジがありますからね、その話はいいんですけど、だからギリギリのとこなんですよ、そう考えたら。なんか僕の精神状態もなんかもう生き切ってやろうかっていうのはあるでしょ、もう。一応ね、なんか外面よくしとこうか、もう全部言ってやろうかみたいなところもあるでしょ。あ、でもまあまあね、うん、そういうわけにもいかないから。気ぐらいの高いお方ですから、ね。いや、その一応ね、我慢しつつもあるけど、それでもさすがにやっぱこれもうね、言おうと思って今日はちょっと一つその、うん、言いましょう、苦言をね、それこそ定数じゃないけど、うん、やっぱブチラジを見てくれてる人とかツイッターでね、いろいろ書いてくれたりするんですけど、うん、まあ僕は全部フォローしてますから、その見てんすよ、その脅しで言ってるわけじゃないけど、僕は基本的に全部自分でやんなきゃ気が済まないタイプでしょ。そうです、ね、何事においても、昔からそうです。昔から本当に出会った当初から、はい、本当にそうです。その言ってみればネタとかその活動とかも全部ね、うん、時間から何から全て把握してなきゃいけない。そうそうそう、結局自分でやらなきゃ落ち着かないみたいなとこもあるし、うん、そうそう、把握してなきゃみたいなとこあるんで、まあ、ブチラジのね、もちろんこの全体の流れとか含め、うん、もう何なら見てる人まで把握見てる人のつぶやきまで把握つぶやきまで把握しておきたいとかもあるし、バットマンなれやねん。バットマン的なもんですよ、もう言ってみればね。だからまあ別に悪気もないし、いいんです、全然いいんですけど、その、うん、やっぱ
あの見てくれてる人とか、うん、ウエストランド好きですって言ってくれてる人も、うん、やっぱどうも僕のことは本格的に嫌いみたいな人もいるんで、もうつぶやいてるんだよ堂々と、その、うん、応援してますっていう一方、うん、そうそう、今日も見てくれてるでしょうから、全然いいんです、その見方は自由ですけど、そのブチラジ見ましたみたいなつぶやいてる人、他のねブチラジ見てる人となんかやり取りとかしてて、うん、膨大な情報量でしょ。でも忙しいんですよ、だからそのツイッターとツイップルとパソコン立ち上げて全部見てますから、おー、3画面、ね、だから今週1週間も忙しかったっすよ。デイトレーダーか本当にそうっすよデイトレーダーみたいな動きしてますから、見てるとブチラジ見て楽しかったねみたいな言ったら、うん、井口さんもいろいろ喋ったしみたいな言ったら、他の人がそのいやいやいや、その河本さんはいいけど井口はちょっとみたいな、うん、もうつぶやいてるんですよ、うん、なんで井口さんもいいじゃんみたいな、いやいや本当にうるさいし、やめてほしいみたいな、もうやめてほしい、それに引き換え河本さんは本当に可愛いみたいな、あの方言が出るのがいいみたいな、これなんですよ僕が言いたいのは。それを言う、まあ、もう言うやつ、それを言うやつ、別にライブとかでもすげえいるんですよ、たまに出る河本さんの方言がいいみたいな、たまにじゃないんですけど、俺全部なんですけどね。そうそうそう、全部だし、その方言出ちゃうとこがなんかいいみたいな、その言うけど、そんなのよくないからね、本当に。本当に。そのこれを誰かが言っていかないと、ダメなものを良しとするこの風潮ね入った入った、これマジで、そのこれだけ本当に言っとかないと、なんなんていうと、そんなのがまかり通ってきたら終わりだから、そのね、もう、うん、ちゃんとしてるやつの方がいいんだから、そんなのは。そうですよ、方言出そうと、いくらでも出せるわこっちだって、別にね、それやらないんだよ、なぜなら伝わらないからね、ツッコミで、どんなとんじゃんみたいな言ってたらもうわけわかんないでしょ、ブレるからやんないんだよ、やんないやつがいいんだよ本当に、その、そ、卒業式で涙をこらえてるやつの方がかっこいいんだよ、泣いてるやつの方がダサいんだから、そうそうそう、不良が泣いてるじゃないんだよ、涙もろいんだよ、弱いんだよあいつは、そういうことです、精神的にね、精神的に、僕だって感動して泣きそうだけどこらえてるんだから、そっちの方がいいんだよ本当に。俺はすぐ泣く。そうそう、それでなんか、うわ泣いてるみたいな言うでしょ、うん、俺は恥ずかしいよ。そうそうそう。俺恥ずかしい。そうなの。こいつはそう思ってるんで、それを勝手に周りが、ね。携帯も鳴るしな。携帯も卒業式で携帯鳴った、うん、で、ああいつみたいなのはダメなんだよ。うん、しっかり。ダメダメ。ならない、電撃切ってるやつが一番いいんだから、そんなの。そうそうそう、ちゃんとしてるやつがね。その他大勢が一番。その他大勢が一番いいんだから、本当にこれよくあるでしょ。もうやっぱみんな、まあ、僕はその気持ちももちろんわかるし。うん、僕が言ってること以外 100% 正しいとは思わないですよ、もちろんね、うん、でもその姿勢は、そう考える考え方は正しいよ、ね、そうそう、正しいかし、うん、そうみんな思ってる人もいるんでしょうけど、まず口に出さないでしょ、それはなんかダサいし、うんうん、それ言い出したらダサいし、そうそう、いやでもそれを言うのがもういいですよね、まあ僕ですしね、もうブチラジ見てくれてる人は、うん、井口そういうやつだと思ってくれてると思うからこそ、うん、ここだから言いますけど、そうそうそう、それはちょっと本当に嫌ですよね、うん、なんか僕はあんまり悪い気はしないですけど、可愛いって言われてる、いやそれはそうですけど、やっぱ、はい、もう最近やっぱいよいよいなくなったんですよ、そのウエストランドのことをつぶやいてくれてる人で、うん、僕のことを書く人ってもうツッコミいっぱい喋るなとか、はい、あいつちっちゃいなとか顔細いなとか、もう何にももう誰も言わなくなって、井口様すげえな、感想ゼロっすよ、もう会ってたまにそのうるせえみたいな批判はありますけど、もううるせえもあんま言わないぐらいの、それもう本当落ち込みますよ。いやだからそれが当たり前になることが怖いでしょ、なんか、うん、でもまあちょっとなんか言われてなんぼみたいなことをね前にも話したから、はいはいはい、っていうのはあるんじゃないですか。あ、それをみんながさせないために、うんうん、ああいう僕の文句言ったらあいつがネタに組み込んでくるから、そう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 、まあ確かにね、それもそうですけど、リツイートしてやれば悪口を全部お前のあれに、いやいやだからそういう人も結構いるんですよ、そういうことやってる人もいるんでね、なんか僕がやってもみたいなとこあるけど、うん、いや別に悪気がないあるかないか分かんないですけど、ただそのね、方言が出るからいいなんてことはないんだよ、本当に。それは何度も言うけど、うん、まあまあ難しいとこですけどね、その、うん、足つってる方がいいことはないじゃないですか、うん、サッカーとかしててね、例えば、うん、お前を足つりよったもんね、そうそうそう、それってやっぱ本当に嫌でしょ、うん、そのそういうことなんですよね、本当に。俺がようピッチに出て行って足伸ばしてやる、唯一のベンチでしたから、唯一のベンチウォーマーなんでね、直してもらってましたから、そうそうそう、いやだからこれをちょっとね、まあまあ言っとこんなこと言って何なんだみたいなことあるけど、いやいや言ってきましょうよ、そういうのね、そうそう、本当にそう、これはもう本当のこと、
本当のことを言もういいでしょ、僕らのスタンスというか、なんかもうね、そうそう、もう全部言ってく、スタンス、今更ポップにね、うん、やってても、どうせみたいなとかね、6年ぐらいやってきて、結局何も響かなかったんで、もう言いたいことは言ってきますよ、ヒールですからね、もうヒールと、必要悪としてライブに出てほしいって書かれてたんですから、もう、そうです、勝手に悪にされてるんですから、誰が悪、三四郎に対する必要悪みたいなの書かれてるんですから、もう。困ったら悪じゃけどな、三四郎さんの方がな、うん、でもまあそういう見方してくれないですよ、やっぱりもう、うん、そのもう味方の問題ですから。だってこれもちょうどね、今日言おうと思ってたんですけど、ちょうど先週ブチラジやったでしょ、その直後に三四郎がニコ生配信してたんですよ。おうおうおう、そしたらやっぱもう全然違うんですよ、そのコメントの流れる量、画面埋まりまくってですよ、もうコメントがすごくて。ああそう。いやだからそれでそれをね、ちゃんと三四郎さんもこう何々、いやでもそれは拾わんけんで、お前が、そうそうそう、それをじゃあ三四郎さんこう丁寧にね、こう何々みたいなの読んで、からさらに、あ本当に優しいみたいな、話の途中なのにコメントも拾ってくれてみたいなの、まあまあそれに関してはね、申し訳ない気持ちもあるけど、いやでもそれでいいんですよ、誰が話の腰を折るかってね。大事なエピソードトーク。いやまあまあそう言われるときついけど、ただでさえ隣に居るやつがすぐ腰折るのに、いやそう、それでこれで邪魔されてさらに俺が邪魔してってなる。いや確かにそうなんだよ、うん、本当に、だから俺はいかん、そうなんだ、言いたいことを言うんだから、もうもともと言いたいことを言いたいから芸人やってんだよ、そんなのはね。かっこいい、いいこと言いましたよ今、こういうのを書いて。いやなんか価値下がるわ、もうそんなリアクションされたら価値下がるわ。いやでも大変だったみたい、その三四郎のニコ生とかも、うん、やっぱ恋愛話話してくださいみたいなのがすげえ来てもらって、お寒いですな、関係ないのその季節はもうちょっともうこれ言うついでに言いますけど、その、うん、変な幻想を芸人に抱くね、本当にそのなんか、うんうん、あと彼女がおらんでほしいみたいなことでしょ、いようがいまいが、俺は原宿に女子大生とパンケーキ食いそうなんですよ ね、それはそれでいいし、そのあと本当にそのこれ僕も分かんなくないですよ、僕も地方に住んでるお笑いマニアでしたから、言ってみればお笑い大好きだったから、うんうんうん、なんかコンビ間で仲いいとこが見えると、うんうん、やっぱ嬉しかったりしたんですよ、今考えればね、うんうん、なるほどね、でもそんなことはないぞと、そのなんかコンビ間でイチャつくこともないし、嫌なんで、ここでコンビ間で喋ってますよ僕らはね、別に、けど別にね、普段その一緒に遊ぶ僕ら仲いい方でしょ、まだいい方だ、いい方でも、その別に手つないで歩く気もしないし、常に一緒にもいないんだから、そのコンビ間で大人なんで、大人のおっさんが二人で遊ばないんだよ、もうまず、その中学から一緒なのにね、そうそうそう、もうだからなん、これね、説明難しいんですよ、そのだからよく言うんですよ、その、うん、なんかあれ、相方はいないのとか言われるでしょ、うん、言われなかった、原宿の女子大生言われる、言ったりするでしょ、うん、それを説明するために、うん、いやいや、そういうことはないんです、その親と一緒に来るようなもんだよとか言っても、うん、私、お母さんと仲いいしみたいな通用しなかったでしょ、話が終わるやつね、そうそう、じゃあどうする、うん、何で例えばいいんだっていう、ね、ついてやれんすよ、いや、そんなことしちゃダメだけど、うん、だからその余計なね、あれはないからね、そのなんていうの、そのなんかコンビ感でみたいなのやめてね、もうそういうのはないから、聞かないでねってね、とかイチャイチャとかしてないから、もうそのそういうの聞かないでねってね、いやまあね、まあいろいろ言いたいことは言いましたけど、どうかな、今日の放送どうかな、いや暑いんじゃないですか、これを見てくれてる賛否があるとは思いますけど、ちょっとはいや3でしょ、ここを見てくれてる方は少なくとも、まあね、まずここを見てるやつピカで始まってその体制派のピのやつがここを見てくれてると思う、そう、弾かれたやつが、ね、いやそうですか、まあまあちょっとそういうとこだけ分かっておいてくださいよっていう僕の寂しさってのはないからね、やっぱ、やっぱりスーパースターって孤独ですからね、いやスーパースターだったらまだいいけど、スーパースターでもねえし、もうただのライブシーンの孤独なやつですからね、聞くんですよたまに、そのライブ終わったとお客さん、他のお客さん捕まえて、他の人のファンを、ね、捕まえて、ね、捕まえて、なぜ僕を応援しないんだっていうのを聞くんですよ、おー、なるほどなるほど、結構音もおかしいですかねいや、そうだ、そしたらやっぱその、いやいや、いいじゃないですか、井口さんはもう勝手に喋って、それなりにやるから別にいいんですよ、みたいな、うん、でそれほど悲しいことはないんだよ、結局そのでもやればやるほどやっぱ孤独になってくんじゃない、いやいや、まあまあそうなのかもしれないですけど、なんかちょっとうるせえとかでもやっぱね言ってくれる方がいいでしょ、まだね何にもなくもう無感だから、三四郎と二組とかでやってる、もう4人しか出演者いないライブとかで、言ってみりゃかといって4分の1っていうわけでもないでしょ、喋った量も、
うん、僕も結構喋ってるわけでしょ、うん、それでも僕に関しての感想はもう一つもないわけですから、うん、でも聞いてみたらその別にいいんだよ、その喋るんだから喋って受けてるんだからいいじゃんみたいな、なんか、うん、いいそれありきで他の人がなんかああいう河本さん方言出てた素敵みたいなのはもうダメなんだよ、そんなのは。そんなこと言ったらみんながダメになるんで、ね、こいつの方言もいつまでたっても治んないんだから、治んないですね、そう、ダメなのを良しとする文化、これだけは本当にね、あの不良がかっこいいみたいなこと、不良がかっこいいみたいなのは本当に良くないからね、あのちゃんとしてって、本当の不良は井口様ですからね。だからそうなんだ、不良はだって動物とかたまにこう優しいから、そうそう、いや別に優しい、その入り口だったら怖えよ、前俺が犬飼った時にその犬、俺ん家に井口が来た時に、ね、犬がパーって寄ってくるが、あーってなって、いやいや接し方が分かんないんだよ犬とか。ぶっ壊れた、可愛く寄ってくるから接し方が分かんないだけ、分かんないですね。まあ分かんないだけですから、まあまあ、抱き方が分かんない、今後ともね引き続き応援よろしくお願いしますとしか言いようがないですけどね。いいんでね、まあまあいろいろコメントも来てね、ありがとうございます。そのね、まあ言うんですよ、その、いやいや、あの方言の漫才師としてみたいなの言うんですけど、うん、こうなんて結構本当深い話で、そういうわけにもいかないんですよ、うん、そういうわけにいかないっていうのだけご理解いただきたいんですよ、それはいずれか直していかないと、僕も、まあ、そう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 、別にね、うん、津山弁でやってもいいですけど、まあ岡山弁で言えば千鳥さんもいますしね、そうなんですよ、もう先駆者がいらっしゃるんですよね、まず伝えなきゃ意味がないですからね、うん、ボケを方言で言うとそのもう二重に突っ込まなきゃいけなくなって、そう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 、わけわかんなくなってくるっていう、ね、お笑いの本当の話も、うん、あるんでね、まあまあ直していきます、方言に限らずですけどね、できないやつがいいってことはないんだから本当、基本的にはね、できなかったらあいつダメだと言ってね、できてることを称えるようにしてってください、お願いします、ね、つまりは井口様を称えてください、そういうことですよ、これ15分かけて言いたかったのはそういうことですから、ね、なるほど。お願いします、まあ、今日もいっぱい喋っちゃいましたけど、はい、そろそろ行きましょう、はい、ウエストランドのブチラジ、今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです、ふつおたのコーナー、ふつおたのメールが1個来てるみたいなんで、別コーナーとしてやってるか分かんないですけど、はい、ちょっとお願いします、ブチラジネームクララが立った、はい、井口さん、河本さん、こんばんは、はい、こんばんは、先日行われたタイタンライブレアで、はい、勇気を出して井口さんの出待ちをしました、おー、ありがとうございます、井口さんは大変温かく対応してくださり、一緒にいた三四郎ファンの友人も結構優しいねと感心していました、いい、他の人を三四郎ファンとかつけなくていいよ別に、そんなの、ただ一つ気になったのが、はい、井口さんの手が震え続けていたことです、震え続けてね、何かすごい不安になりました。震え続けてないわ、何なんだよ、怖いからやめて、こっちが怖いわ、もう大丈夫ですか、その大丈夫なんだよ、コンプライアンス的なもの、いや大丈夫に決まってんだよ、だからそうか、あのオープニングで吠えただけであいついよいよみたいなのがありますから、やめてください、ちょっと怒りで手が震えてたわけです、ね、怒ってもないし、怒りな、緊張してたんじゃない、だとしたらね、あ女の子に話しかけられた、そうそうそう、そういうピュアな部分じゃない、まあ、あのダメなとこしてきたらしてきた大統領しもあります、発砲塞がる、まあでもこれからも引き続きね、あったかく対応するんで、結局、まあ、緊張されてたって、緊張してたってことで、ちょっとね、もう時期も時期だから、こういう話題はもう今日にかけて送ってくんじゃねえよ、そういう以上、本当にでも守んなきゃいけないなと思う、ちょっと真面目な話ですけど、いや、お前は本当に不安なんだから守ってくれよ、僕は本当にあのショックでした、まあいいんだよ、そんな時事ネタ切るほど腕ないからいいよ、やめといてくれ、以上、ファンだったの、ね、もう分かりました、ふつおたのコーナーでした、続いてはそんなことあります、あります、このコーナーですね、僕の口癖でもあるそんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらうというコーナーです、はい、いきましょう、ブチラジネーム暴力温泉芸者、お、いきますよ、私が家庭教師のバイトで受け持った生徒の根性を叩き直してやったら急に勉強をやりだし、コンタクトが合わなくなるほど眼球の形が変わり東大に合格しました、そんなことあります、これ嘘なの、眼球の形が変わるほど勉強するってどうやろう、いやでもまあ暴力温泉芸者っていう、まあ、女性の人ですけど、叩き込んだんでしょうね、だから僕もね、あのこの人あったんですよ、ああなんか噂によるとみたいなとかあるんですけど、ちょっとあえて僕も触れないようにはしておきたいですけどね、そうっすか、もうちょっとあるんでいきましょうかね、ゲームボーイやったら迷惑なの、ね、いやかけえだろ、昔のゲームボーイ、昔そういう噂もありましたからね、ブチラジネーム人間はもう終わりだで、このブチラジネーム、いきますよ、パソコンの画面を覗けば世界中の人の言葉が聞ける、しかし東京に住む僕は隣の人の顔すら知らない、そんなことあります、あ、なんで急に深いな、そんなやつが人間はもう終わりだって言ってんだから、もう怖いんだよ、
いきますよ。隣人の顔すら知らないと。あります、確かにね。ブチラジネーム、暴力温泉芸者。ネット社会の闇ですね。まあそうですけどね、もう一個暴力温泉芸者が来てますから。あ、はい、すいません。いきます。終電に乗って寝ていたら、おっさんに起こされ、何歳に見えると質問され、若めに答えてやったら、案の定喜び、欲しくもない発泡酒を渡されました。そんなことあります？そんなことある？ほんまに。いや、暴力温泉芸者の日常、どうなって、日常とか過去、どうなってんだよ、ほんと。もう一個あるのいくでしょうかね。ブチラジネーム、絶望感。どんな番組なんだよ。全部ネガティブ。いきますよ、内容いきますよ。はい。鼻にバンドエイドを貼ったら気分が落ち着きました。そんなことあります？なんだよもう、怖いよ全員。全員怖えよもう。やってるやつも聞いてるやつも全員怖いんだよもう。バンドエイド貼ったんですね。やめてくださいね。まあ何でもいいんでどんどん送ってきてください。以上、そんなことありますのコーナーでした。続いてはフードセンター富田屋。このコーナーですね、僕らが営業に行った時にそのご当地で受けるネタを皆さんから送ってきていただいて、それを僕らが実際営業に行ったら使おうというね、コーナーであります。はい。来てるんでもうね、直接読んでいきましょうかね。はい。早速いきましょう。ブチラジネーム、暴力温泉芸者。いっぱい送ってきてはくれるんですね。はい、送ってきてくれますね。井口様、河本様、スタッフ様、こんばんは。仙台に行かれた際にお使いください。仙台ということでね、やりましょうかね。どうも、仙台の皆さん、こんにちは、ウエストランドです。ね、仙台美味しいものが多くて、あのいい街ですね。あ、そうですね、牛タンとかずんだ餅とかいろいろありますよね。あとハンバーガーね。ん、ハンバーガー、うん、あの日本で最初に販売した細谷のハンバーガーですよ。あ、そんなお店があるんですね。僕さっき歩いてたらね、看板があって、あの2002年に売り上げ100万個達成って書いてありました。うん、あ、それはすごいですね。ただ100万個の万個の万の字だけカタカナで100万個って書いてありましたけどね。いや、そこを強調するなよ。中高生の男子の心をつかめることは間違いなしです。ぜひお使いください。ダメだよ、こんなの。じゃあ何なんだよ、もう。何なんだ、本当にこの人。言わされましたからね、僕。いや、そうです。これを活字で読んだだけですが、その、ここにあるんですか、その活字。なるべくつなげていましたよ、僕は。そうですよ、本当にそうですよ、はい、本当にね。なんでこれを採用するんだろうな。誰か落とし入れようとしてない。看板ピンポイントですか。あんなにコンプライアンスがどうこうとか言ってて、いきなり怖い、ね。でも確かにあるらしいですからね。あの、あんまり放送ではないですけど、こういうののなんか面白い話をタモリさんもしてましたから、なんか、企画屋でしてました。ちょっと放送で言えないような感じですけど。だから、句読点をつけるとこがおかしい人が、あの、ありましたね。NHK 教育番組でしたっていう、そのね。絶対、数字の後に間を開ける人。間を開ける人。とかが口癖な人だったら、たまたまだと思いますけどね。もう一個いきましょうかね。好きな餃子は水餃子。はい。ちょっとこれは全部僕のセリフになって、あ、そうですか、振り分けてないパターンのやつなんですかね。それか途中でめんどくさくなっちゃったのか。とりあえず僕がじゃあ全部。あ、全然全然。どうも、岡山県津山市出身のウエストランドです。よろしくお願いします。最近は同じ事務所の日本エレキテル連合の勢いがすごくて嫉妬してるんですけど、皆さん、ダメよダメダメというネタを知ってる方は手を挙げてもらえますか。あー、多いですね。あの、ダメよダメダメと言ってる顔を白く塗ってる方の人がメイクを落とすと倉敷市長の伊藤香織さんみたいな顔してるんですよ。ドカーンっていう。倉敷の、今度倉敷に行くんで送ってきてくれたんでしょうけど、伊藤香織さん大丈夫か、これ本当に。その本当の市長でしょ。市長今女性の方なんですね。倉敷市は多分そうなんですね。だから橋本さんに似てる。ちょっと調べてみて、ね、ちょっとこれ調べて、あ、似てる、ね、ちょっと似てる。じゃあこれ本当に倉敷君で使う。これちょっとやってみましょうよ、マジで。そう、これはマジでちょっとやってみましょう。倉敷の人やりますからね、これを。いや、そうですね、見に来てくださいね。はい。で急になんかFM みたいな急にやりましたけど、FM 寒いみたいなこと言いますか。いや、そんなことはないですけど、あ、まあまあ、これ本当倉敷でやりますんで、言っちゃっていいんですかね、やりますんで。まあいいんすよ、嘘とかもつくし。やります、やりますからね。ちょっとね、営業決まってるところが前回言い忘れた部分もあるんですけど、倉敷と、うん、その後7月ぐらいなんですけど、長崎に行くことが、ありがたいことに決まりましたんで。長崎？そうなんですよ、長崎のちょっとご当地ネタを送ってきていただけたら。グラバー亭ね、ありがたいですからね。グラバー亭って何でしたっけ。あ、観光名所のね、うん、まあ、その辺のもっとコアな一時外国人の家。そうそう、言ってみりゃそうですけどね。なんで長崎県と倉敷のをどんどん送ってきていただければ、ありがたい。まあ他のでももちろんいいですけど、来るといいですね。はい、ぜひお願いします。はい。以上、フードセンター富田屋でした。続いては情能ツッコミ。このコーナー
ーですね、僕らの漫才でやってる長いツッコミを皆さんから送ってきていただいて、それを上納してもらうというコーナーです。今週のお題がですね、ボケのフレーズが、まあワールドカップの時期ということもありまして、5人抜いたらボール1つ増えますに対するツッコミ、なんだよそのルールに続く長いツッコミを送ってきてもらいましたからね。早速いきましょうかね。プチラジネーム、母の純潔を奪った入れ墨の男の思い出。誰だよこれもう本当になんかね、今日聞いたらたくさんブチラジ本当に送ってきてくれてるらしいんですよ、はい、ありがたいことに。ありがたいですね。採用されてる人のブチラジネームが軒並みやばいんだよもう大丈夫か今のところ。だから、ね、100回とか、まあ、最近ねブチラジも始めて、結構いろいろ言い出したでしょ、僕ももう、そうなってから本当にだんだんなんかやばい人、ね、昔はね、普通に高校生とかがね、好きな食べ物なんですかとかあったんですけどね、うん、まあ、それはそれで文句言ってましたけど、ね、そうか、そしたらいなくなるで決まってるか、それはねじゃあ、いきますんで、ボケのフレーズお願いします。5人抜いたらボール1つ増えます。いや、なんだよそのルール、スーパーマリオで敵をたくさん踏んだら時期が増える的なやつかよ。目の前の敵を踏み潰して踏み潰して自分だけのし上がってく小賢しいやつになれるもんならなってみたいわ。なんでこれ急に打ち出しネームが怖すぎて、もう意外とファミコンネタだったんですねまあまあちょっと一アップ、ね、案に怖いことは言ってますけどね、うん、はい、確かにね、一アップをね、時期に漢字なんだよ、漢字で書いたんだろうな自分のね、残機的な意味で書いてます。そうそうそう、ちょっと説明は難しかったんですけどね。命、打ち出しネーム、木更津市超人カリスマイーナのひろあきラジカルチョコレート。あら、長くなってますね。長くボケのフレーズお願いします。5人抜いたらボール1つ増えます。いや、なんだよそのルール、ウノでたまにドロー4を複数枚出すのを禁止するタイプのやつか。待った待った、ダメだよそれじゃないよ、いきなりお前のローカルルール持ち込むんじゃないよ、せめて始まる前に言えよ大富豪やっても似たようなことあるし、もういい、カードゲームなんかやめてルールなしの殴り合いの喧嘩だなんでまあでもまあこれは確かにね、ローカルルールね、大富豪すごいですね、大富豪な。だからもうやりたくないんですよね、もう訳わかんないの言うから。自我出してくるやつ、自我出して、なんでお前のとこのルールでやんなきゃいけないんだって思いますからね、うん、あれやんムカつくよなもう普通にムカつきますよね、うん、ちょっとその階段縛りとか縛りね、お前の得意なようにやんじゃねえやと、いいや、そもそもと思いますけどね、別にいいけど本当にリアルなトーンでしたねこの1週間、あいつら何がやったんだろうなりますかねもう1個だけいきましょうか、はい、ブチラジネーム、無農薬動物普通じゃないですよ、これはもう全然ね、まともに聞こえますねまともに聞こえるけど、無農薬動物ってなんだよ、そうだよ、大体がね、いきます、僕のフレーズお願いします。5人抜いたらボール1つ増えます。なんだよ、そのルール、ウノのドロー2の連鎖かドロー2を持ってるやつが引くのを免れて、持ってないやつが溜まった分を引く羽目になる、怖いよ、僕は持ってないし、前のやつが2枚重ねで出してきやがって、手持ちがすごいことになったじゃねえかこうなったら枚数が増えたらスキップで逆襲してやるからな。まあこれやっぱウノは被るね、2人とかでやると特によくありますからね、次回もテーマは同じなんで、まあこういうカードゲームとかでもいいですし、うん、他になんかその自分たちそのカップルのルールとかでもね、それこそなんか勝手に決めてるようなルールでもいいですし、またスポーツとかそういう本当のね、おかしなルールでもいいんで、何でもいいんで、そのなんでそのルールに続く長いツッコミね、送ってきて。どうしたんですかな結構ヒントを出すっていう、いやそのなんかまあどんどん送ってきて、導いていってるんですね。いや導いていってるわけじゃないけどまあまあちょっとなんかお題が難しいかなと思ったんで、あ、何でも本当にいいんでね何でもいいって、この募集の時毎回行くせに送ってきたら怒るでしょ、まあまあで かぶったやつをわざわざ読むって、ね、そうそう、誰が応援するんだよっていうね、まあとかありますけど、まあそういうのが好きな人が応援してくれてるんでしょうね、はい、お願いします以上、情のツッコミのコーナーでした。はい、さあ、エンディングなんで告知いきましょう、うん、タイタンライブ U40 ですね、うん、こちら5月25日日曜日18時半から、いよいよ次の日曜日ですね。ああそうですね、もうすぐなんでね、はい、チケット販売中ですんでね、うん、ぜひよろしくお願いします。ということはまだ若干残ってると、うん、まあ残りがもうわずかになってるじゃないですか。 ありがたいですね。僕らでも大健闘できたんですね。そうですね、エレキテルが今回出ないですからね、うん、積極的にそれを言ってないのが功を奏したのかもしれないです。当日券は、当日券が出るということ、はい、予定なんで、じゃあその辺もちょっとまた対策を、まあ、でも並ぶ方はいないんじゃないですか。出てきてる以外に、ね、いや並ぶ方いますよ、来てくれますから、もうね、ありがたい限りですからね僕の情緒もどうなってんだってなりますからその間だからぜひ見に来てくださいね、はい、手震えずちゃんと出待ちしますんでねあとまあシネマライブの方がもうすぐ6、まあ、またちょっと先ですけど6月になって、そのメンバーも発表されて、それこそ、三四郎さんもゲストに今度来られるんでね、それもまた、シネマの
のね劇場の方で映画館の方で見ていただけたらと思いますのでね、よろしくお願いします。次回タイタンチャンネルは、5月26日月曜日20時より生中継です。ブチラジではメールを募集しています。すべてのコーナーへのメールはブチアットマークタイタン -happy.jp buchi@titan-happy.jp までどんどん送ってきてください。今日はね結構いろいろと言いましたからね、どうでしたかね。あ、三四郎三四郎みたいな感じのがどんどんかかってますね、そのニコニコチャンネルのねコメントでは、いろいろ書いてくださってありがとうございますので、ね、たまには読んでいくことにもしようかな、ね、急にあんだけ言ったのに読みませんよもう、まあ、そうか、読むのやめましょう。いや読まないですよ、違うんですよ。だからそれも言っとこうかな、うん、その他の人とはやり方が違うんだよニコニコ動画の配信の仕方がそのなんかあるんだよやることがいっぱい。こっちはもうそのコール&レスポンススタンスでやってないですね基本。そうですそうです、メール送ってきてくれて採用されたらそれ路線バススタイルでやってます。路線バススタイルでやってますから、まあ突っ走ってますから ねタクシースタイルじゃないし、タクシースタイルじゃない、行くとこはもう行くように決まってますから。ミンクミンクミンクちゃん、こんなのないよな本当に送ってきて送ってきてって送ってきたらもうねこんな付き合うことないんですけど、まあまあよろしくお願いします引き続きね最後は短いエピソードトークを大声で言うというコーナーですから、これもねたくさん城之内会を中心にたくさん来てますからね、どれいきます。ほぼミミズがひどいことになってんの、ミミズグチグチ。ミミズを使ってマリオグチグチにしました。じゃあそんなやついないってよマジでやめろ。じゃあ誰、今日は ミミズを使ってマリオグチグチ。いやマジでそれで送ってきてるいつもじゃねえよ、ミミズグチグチだったのそいつ普通のカーボーイとかで。あカーボーイだったらミミズグチグチなんだよでカーボーイでもマリオいじってたからなこの人マジでやめてくれよ、じゃあ最後はミミズを使って、はい、あ、そう、これだけちょっと一個言っていいですか、うん、YouTube で始まってからマリオがこれ見てるらしくて、あちょっと憤慨してましたよ、さすがに。マジでやっぱりふとし君、私のことを呼び捨てで呼ばないで彼女じゃないんじゃけんなんか書いてました彼女じゃないんじゃけんって書いてました。だから方言で言うな、方言彼女、方言彼女。いやもういいですよ、そんな方言彼女、彼女ね動画見てますからね、やめてくださいね。じゃあまあ最後はミミズ、これじゃこんなん言われたらもう憤慨するわな。まあまあもういいでしょう、僕の親だから大丈夫だろう、そんなのわけないじゃあ最後は短いエピソードトークを大声で言う、お願いします。来た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 、性欲が来たー親が見てんだよ、ほんとウエスタンのブチラジ今週はここまで、また来週、さようなら、ありがとうございました。